はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ソースさんで三国志13社長プレイですね、やっていきましょう。私とりあえず表示をしないとまずいので、反早々ね、連合組まれちゃいましたけど、劉璋さんがね、あんた交尾打ってきといて断ったからかなと思うんですけど、ただ袁紹さんは私の味方のはずなので、立った表示を勢力表示だとも軍団表示をやりましょうか。純育さんと、カコートンさんがね、とりあえず、ちょっと様子見ましょうか。もう軍団表示を行っちゃおう。軍団表示ね。常陽と建安。こっちがあれなんだね。あら、遠いなぁ。はい。いや、私一人で。いいぞ。で、どうすんだい？で、挙手で行えるんだね。これはいいね。軍団表示を次行いましょうと。清張だね。はい、清を決めましょうと。打倒勢力ね。とりあえずね、孫強としましょう。はい、これより純育なの姉妹勢力だとすると、そうね。で、次ね、軍団表示を、次はいいぞ、姉妹を決めようと。加工藤さんだね。1個しかなかったらちゃんと選ぶ必要なくなっちゃうんだよね。よくできてんね。でね、もし、彼らが攻めてきたらね、例えば劉表さんとかが攻めてきたら、私が出ましょう。っていうような感じでいかがでしょうかね。諦めるも言って、ね、使えそうなものはいるな。いけんのかい？じゃあこれいきましょう。孫子は絶対と言ってるとダメだよね。無理だよね。さあ、今ね、この感じだったら来るとこ、舞台動いたわ。すごい。すごいね。攻めてくるとじゃあこっちから来るんだろうけど、これは私がカバー入りましょう。さあ、じゃあね。いやー、楽しみになってきちゃった。じゃあ、蝶々さんね。なんだ、おめえか。はい。ありがとな。さあ、蝶々さんと、観音様が純育様による巨匠大将、いいですよ。巨匠の大将になったんだね、観音様がね。人事異動入っちゃった。まあ、いっか。じゃあね、ちょっと、劉表さんに。よくぞ、おいでに。劉表さんとの仲をね。感謝の極み。入った。敵軍が我が領内に向け出陣しました。高領目指してね、来たんだよね。高領というと、これいいんだよね。こうか。いや、私出ますよ。9万9000でしょ。私出ちゃいましょうか。じゃあね、安心して彼らが攻めれるようにしてあげないといけないので、そうですね、私がとりあえず深夜まで行きましょうか。出兵ね。私のとこから。首相一括ね。総工さん。総地さんまた訓練してんだね。いやー、でもね、総工さんもいいんだけど、総工さん留守番、お願いしましょうか。で、私にと、この暴れん坊の嫁さんと、高級さんにしようかな。これでかなり強いんじゃない？ 190、 そうか軽装兵だからね。さあ、で、倉庫さん連れていこうか。カウニーさんね。これも強いけど絆がないんだよね。で、周宗さん、長英さんか。これでいいよね。かしこまった。で、兵力はね、5000でいきますよ、また。
今回結構長丁場になるというところで、兵力一括ね、5はダメだね。5000ね、5000からいきましょう。で、防衛することを考えて、やっぱ一応運転しましょうか。皆さん運転でね。どうせ皆さん青春兵で行くんで、そうだね。あ、青春兵と総兵、あ、同じだから青春兵の方がいいんだよね。士気回復ってあるんで。で、まだこれみんな青春、あ、みんな青春兵だわ。うん、海、川を渡ることないんで、とりあえずこれで行きましょうか。ういっと、波動を阻む者は覗くのみだ。さあ、ユガ戦闘の指揮を取ってる間、その他が湯の代わりに見るのか。お任せください、リュウさんね、お願いしますよと。海根の集落はこれ黄昏だね。早速の吉野に従属しと。さあ、防衛に入りましたか。ああ、玄関さん来てんね。皆さん防衛に、いや防衛は私が行きましょう。うん、皆さんは普通に攻めてね。敵軍が我が領内に向け出陣しました。おお、サマハスね、上陽に、上陽に、おお、こっから返り討ちにしましょうか。いや、なんか面白くなってきたね。エンジスさんと関元さんが新書によってと、これもう迎撃向かっていいんですよね。どうしよう。じゃあそうなると私が縁から長老さん潰しましょうか。長老さん潰しましょうか。はい、私の嫁さんは神さん、何します。サイカさん、あ、サイカさんは嫌だな。ジャッキーさん、ジャッキーさんも嫌なんだけど、でもジャッキーさんでいいかな。はいっと。さあ、長老さんもこっち行っちゃったので、どうしようかなというところですね。報告します。巨匠で総兵の訓練をしてはどうかと。いいぞ。はい、あ、しまった、埋まっちゃった。報告します。総兵ね、いいぞ。入った。お、動いてますね。ああ、竜王さんが何も言わなくなっちゃった。カーンさんが使っちゃったんでね。深夜に入るので、いや、ちょっと待ってね。そうだね、私上陽の方行くべきなんだよね。13000。さあ、このもう長領さんがいたらなんとかなるでしょう。じゃあ私は逆に返り討ちにしましょうか。うわー、もうダメだよこれ。芝居さん、そっち行っちゃうのかい。芝居さん、そっち行っちゃうのか。徐行勢が調査近郊の羅甲中の、お調査の方行ったんだね。ちょっと待って、私はこれでしょう。そうだね、6部隊でしょ、やっつけちゃいましょう。6部隊、あー、ちょっと不安かな。行け。ちょっと上陽で待機しまして、あー、この人たち、半将さん巻き込もうか。半将さん巻き込みましょう。半将さんいただきましょう。で、陳慶さん来てんでね。いや、私が反射さんをいただきましょう。これ5部隊でしょ、5部隊で4万。あ、勝てる。でもうちょっと休んで、反射さんを、徐行勢が調査近郊の羅甲中を制圧してるですと。もう回復者かな。じゃあね、はい、上陽を攻め落としてくるんだね。じゃあ逆にこっちから進むか、上陽に行きましょうか。あ、何、あ、飛んじゃった。それで将軍に投書したね。だだ、ジャッキーさん17だね。曹操さん、上陽まで行っちゃいましょう。進むか、つく頃には上陽を落とすんでしょう彼ら。はい、チームさんね、牢屋でね。いいぞ。はい、だだ、また竜王さんが
なくなっちゃったね。あ、出てきた。純一さんが半生さんの、あ、ハンリンさんだね。ごめんなさい、半生さんは私の今ハイかなというね。さあ、脅しましょうか。よし、来たね。上位を取ったので、そのまま直接落としましょう。あ、やっと来た、竜さん。超子、おお、超子さんね。おお、どう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 、いいぞ。ちょっと待ってね。あと皆さんどうするつもりかな。防御だね、ここは防衛だね。防衛で、おお、竜兵さんが孫権さん行くんだね。頑張ってね。ちょっと私はこっちを押さえとくから。あとこれだね。ああ、土砂く作れない。人材で取りましょうか。諦めるも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 、そらそうだね。さあ、しかし、さあ、重要としましょう。着手戦。少々揃ったが、これより軍備を始めると。あ、これは私が行きますよ。死とひらめいたか。というわけで、そうだね。こうだったら、これここだね。で、これがあったら正直、他の作戦いらないんですけどね。ただまだレベルが1しかないはずだから、これはこの辺で欲しいかなと。さあ、これでいきましょう。よし、心が決まった我が軍を勝利に導くこのサポートを他にないと。そう猛徳に逆らえばどうなるか。天下に知らしめい。全くその通りでございますが、天下に知らしめましょう。とりあえずこっちですね。ほいっと、足を遅いかね。で、この辺でどうだろう。あ、私やっぱ早いんだね。ちょっとね、ちょっと止まりましょう。行け。で、この辺で、はい、式上げなんだね。で、式維持と。傭兵の神髄、そう猛徳が教えてやろう。いや、ほんとね、曹操さんかっこいいよね。いや、私ね、行け。1点でね、曹操さんの社長プレイをね、やった時に、お前ら一気に片付けんぞ。本当この人破格だわって思ったんで、破格の人だわって思ったんでね。さあ、とりあえず先これを取りましょう。ここ見るべきかな。まあ、まず負けないかね。これがここか。で、曹操さん行きましょう。こっち敵多分来ると思うんで。あー、来ちゃったな。間に合うかな、間に合うかな、間に合わないな、間に合わない。戻りましょう。行け。間に合わないね。で、守りを固めよう。せっかく来たんで、はい、使いましょう。今だ、引っ掛けてやれ。で、さらに曹操さんの知略采配を使って、傭兵の神髄、そう猛徳が教えてやろう。さあ、もうじゃかじゃか稼ぎますよと。で、移動でね、行け。って、この二人は本陣扱いだね。で、どん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 っていったところで、ちょっと待ってね、ちょっと待ってねと。あ、いけてんね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 。あ、でも囲んじゃいましょう。守りを固めよう、耐え抜くのだ。ちょっと待ってね、カオ兄さん、カオ兄さんこっち、いや、もうカオ兄さん囲っちゃう、うん、あっちが来てるんで。守りを固めよう、耐え抜くのだ。これで兵を増やして、洋白さんなんだね。はい、進む、攻撃しちゃいましょう。で、カオンさん、カオンさん軍神使っちゃいましょうね。カン雲長の部、戦慄とともに司令。もうカオンさん行ってください。小野殿、わしに続け。あ、
あ、強い強い。ここまでか。で、あ、まだ行きますね。で、行って、ちょうど、あ、今週は来てるんだね、そのままね。いや、もう、タコ殴っちゃいましょうよ、と。行け。で、こっちで囲んで、あなたも囲んじゃいましょう。あ、弓か。で、カオ兄さん、カオ兄さんこっち囲んじゃいましょう、ね。かしこまった。敵が整備されましたと。よし、え、何がなんとかの調査を図しましょう。あ、ヨミさん行ってんだね。ここまでか。あ、チョールさん落としましたよ。で、あ、ここはお前ら一気に片付けんぞ。さあ、じゃあね、もう行っちゃいましょうよ、こっちね。こっちの方がいいね。全軍、勝つべくして勝つのだ。どっち？あ、炎鵬さんってことは敵だね。え、どこ？あら？あ、こっちか、本陣。これ本陣だね。いやー、まあでも勝てるでしょう。カモさんそんなに兵増えなかったね。援軍到着？どっちに？あれ、あ、敵さんだね。いやでもなんとかなるでしょう。4万2000と250の間だったら。さあ、カモさん軍神使いましょう。関雲長の軍、戦慄とともに死ね。いや強いわ、カモ兄さん。で、攻撃しちゃいましょう。お前ら一気に片付けんぞ。で、宗神さん、あ、宗神さんもあんまり強くないね、実は。で、あっちがこっちに来てるんでと。ついにやられたか。強いね。ちょっと延長してますけどね。あ、突っ込まれてる、突っ込まれてるね。敵をぶっ潰す。我が力、その身で死ね。この人結構いい人だね、ヨウジさんね。でも一人だから、もう一人だからなんとかなりますね。士気が上がったので、そのまま移動で行け。炎鵬さんやっつけちゃ、あ、逃げちゃった。どうしますか。とりあえずこっちに移動しましょうか。行け。ちょっとね、馬がいないのがね、どうしようもないのかなっていう。あ、来るね、敵さん。ということは、いや、とりあえずここで待機しましょう。進むか。あ、あ、ええ進む。彼だけが、かしこまりました。行っちゃいましょう。ダメかな。あ、ダメだね。耐え抜くのだ。ダメだね。ダメだったね。進むか。で、彼はお任せください。で、囲んじゃう前に攻撃を上げましょう。傭兵の神髄、総猛徳が教えてやろう。今回はちょっとこの戦だけをやっていきましょう。守りを固めよ。耐え抜くのだ。誰と？半将さんか。だね。これもういいわ。かしこまりました。はい、どうぞ。進むか。いや、強すぎる。ここまでか。あと誰？おお、あなたリカブさんが。もういっか。行け。で、あなたが守りましょう。本陣はどこだい？これか。かしこまりました。行きましょうか。これでもういいんじゃない？もうね、李覚さんやるあれがないんでね。カーンさんが思ったより上がんなかったね。あ、でも強いね。あ、ソウソさんめっちゃ強いわ。段違いに強いね。こっちは
近距離差57、攻撃はね。お前ら一気に片付けんぞ。はい、理科物体は曹操さんね。ということで、敵兵集団戦術を強化しましたと。はい、先行、大長はよかった、つまらんなと。さあこの勢いで上位を落として、もう上位を落としましょう、こっちをね。で、ああこっちは防衛に回ってくれてるんで、余裕があればこっち回っていきましょうか。で、劉備さんと槍、うわーこ、あら、あれ後ろ、おお、チョーンさんこんなとこいたんだよね。うん、いい感じですね。というわけでこの辺で終わっておきたいと思います。ソースさんで社長プレイ終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。